よいよ大分シティのですねオープニングです、これまでの JR 九州の経験を生かして当然にですね片岡先生と一緒にこの大分シティを作ってまいりました。これまでのですねいろんな経験を生かしておりますので、これは5つ目の駅名になりますが最高のものができたと準備しております。待ちに待ったJR 大分シティのグランドオープンということであります。まずはこの JR 大分シティのオープン大成功を心から期待を申し上げ、そして皆さんのご健勝を先に申し上げましてご挨拶といたします。おめでとうございました。 JR 大分シティ開業心配はしておりましたが、この開業のですね、なのでこんなにたくさんのですね、大分の方々に集まっていただきまして、入場していただいているのを見ると、本当に感無量というところであります。この駅ビルをですね、さらに良くしていくのは、やっぱり来場されるお客様、そしてそれをお迎えする我々スタッフがですね、これからこの駅ビルをさらにいいものにしていきたいというふうに思ってますので、一緒になって大分の元気づくりに頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ようやくなんかこれで全国区、そして理想としての世界区になっていけたらいいと思います。多分潜在的には大分の街にはそういったものがありますので、この駅ビルの機会にみんなで頑張って全国区、世界区の街になってほしいと思います。みんなのものですから、大分市の皆さんのもののために作ったものですから、皆さんが楽しんでもらえると思うので、ぜひみんなでこれを可愛がって大分一の駅ビルにしてほしいと思います。これからいよいよ、大分の新しい幕開きがスタート。今日お見えになっているお客様みんな全て笑顔です。この笑顔を、この大分の大分シティから、そして大分の街に、広げていければなというふうに思っています。この私ども JR 大分シティ、大分の皆さんに本当に愛される施設になりたいと思っております。そのためには最高のステージの中で最高のおもてなしを行います。そして訪れた人すべての皆さんに心豊かな時間をご提供します。そしてその皆さんとともにこの大分の街、そして東九州、その元気を日本に全国に届けていけるような施設になればいいかなと思っております。その起爆剤と我々大分シティはなります。よろしくお願いします。